はい、としきです。お願いします。ということで本日は、リアタイガチオーダー紹介ということで、久々にやってまいりました。こちら、企画としてやっていきたいなと思います。まあ、今年の前半くらいはね、結構毎月オーダー紹介してたんですけれども、まあ、その辺の紹介がですね、後半のね、半年に関してはほぼほぼできてなかったんで、まあ、大会も近づいてきてるということもあるんで、改めて紹介していきたいなと思います。はい、ということでこんな感じのオーダーでございます。いかがでしょうか。ということでですね、まあ結構メンバー変わったのかな、まあちょっとその辺もね含めて紹介していきたいなと思います。はい、まずキャッチャーは森友哉選手、弾道ラインドライブなんで、まあほぼほぼ安定ですね。まあしばらくここの正捕手の座が揺らぐことはないかなと思います。ファーストブーマー選手ですね、スピ解放で4500まで持っていきました。今年の OB はね取れなかったんですけれども、まあ、全然スピ解放でも十分ですし、なんて言ったってね、特殊で守備 C になってますし、超アーティストとアベレージヒッターを持ってるんですよね。なので、まあ、単打狙いもよし、一発狙うもよしで、かなり使用感のいい選手となっております。はい、ここが新しい顔、セカンドスペンサー選手でございます。まあ、スペンサー選手ね、ちょっと守備がね、微妙っていう声もかなり多いんで、まあ、ここは賛否両論分かれるかなと思うんですけれども、この辺のねセカンドの運用についてはね後半につながってきますんで、一旦ね僕はスタメンでセカンドスペンサー使ってます。まあ、スペンサー選手がね登場した時にですね、まずついに出ましたかと、ミパ A のパワーヒッターセカンド、ついにオリックスね野手で一番弱いと言われてたらセカンドっていうところだったんですけれども、まあ、ここにですねバッティングホームランの狙えるバッターがついに入ってきた時ですね。まあ、ちょっとね、トツがね、まだ超1なんですけれども、この辺はですね、ゲントツ使いながら、ゆくゆくは極みにしていきたいなと思います。はい、サードはノリさんですね。まあ、ノリさんもね、スピ解放してます。まあ、正直ね、ノリさん持ってると思ってないで、オリックス中世かなり変わってきます。まあ、持ってない方はね、ここ、宗選手でも全然ね、宗選手も強いでいいと思うんですけれども、やっぱりね、ノリさんといえば、アーティスト、広角打法。このアーティストと広角打法を両立してる選手が、実はね、アーティストの多いオリックス純正なんですけれども、実はこの2つを持っているのはノリさんだけということですね。はい、でまあサードの守備もね申し分ないということで、まあね攻守にわたってもう中心選手の一人となっております。はい、ショート松永さんですね。まあ紅林選手使ってる方多いと思うんですけれども、松永さんはね去年の OB でしっかり取れてる方はここがしっかりラインドライブの松永さんになってますよと。まあ、本職サードなんですけれども、ショートも C64 で守れて、まあ、確かにね、トップクラスの守備と比べたら結構足りない部分は多いかなと思うんですけれども、まあ、純正で考えた時には、まあ、全然守備的にはギリ許容範囲内かなと思います。できたらここで TS のね、アダッチャーを守らせれるとより良かったのかなとも思います。特殊能力がね、超ラインドライブとアベリジヒッターを持ってて、さらに選球がね、ミートも上げれると、特殊能力もかなり強めとなっております。はい、レフトはね、一旦テンプのサインにしてます。まあ、弾道中弾道なんですけど、ミート A でパワーもね、78で高く、まあ、バズーカついてるんですけど。で、特殊で僕はレフト B にできてますと。で、超広角打法とアベレージヒッターを持ってるっていうのがね、中弾道なんですけども、かなり打ちやすくなっております。センターはですね、糸井さんですね。糸井さんは僕、もうこれ見てもらったらわかるんですけども、2020年のシリーズは、ダルセレの初期からもうずーっと、使い続けてます。12球団時代からもずーっと使い続けておりまして、スピ解放はついにプラス900となっております。まあ、ここはね、もう本当に不動、もう変わることのないと言いますか、もう今後もずっと使い続ける選手となっております。超広角打法とラインドライブを持ってます。今年仮にね、オリックス版が OB で出た場合は、絶対に取るべき選手です。正直、下手にアーティストよりも、糸井さんの方がもうマジで重要なんじゃないかなと思うぐらい、それぐらい、オリックス純正にはもう超必球の選手となっております。ライトはイチロー選手ですね。まあイチロー選手は中弾道なんですけれども、どちらかというとこの守備力を買ってると言いますか。はい。で、特殊力も超アベレージヒッターありますんで、ヒットを狙うことに関してはもうかなり素晴らしいと思いますし、まあ仮にね、最悪ね、今後スピ解放せずに、まあ守備要員になったとしても、もう最高水準で守ってくれる選手かなと思います。はい。で、指名打者はですね、2022年シリーズ1セレクションの吉田正尚選手を使っております。アーティストっていうこともありますし、アベレージヒッターも持ってるタイプとなっております。はい、控え陣です。2024年シリーズ2、杉本裕太郎選手ということで、まあ、ここはもう完全にね、僕が推し選手なんで、代打で入れてるんですけれども、なんとシリーズ2、2024年シリーズ2から代打ついたんですよね。
これはもう僕のためにあるような特殊能力ですね。ラオウ選手は基本代打起用がメインなんで、この特殊能力はちょっと広角打法消えてしまったんですけれども、かなり魅力的かなと思います。まあ、なんといってもね、最新なんでフォロースルーがついております。まあ、僕自身はね、このフォロースルーを使いたいがあまりに超広角打法から継承させました。はい、石峰選手ですね。まあ、もともとね、正捕手で使ってたんですけれども、石峰選手もね、代打持ってるんですよね。なので、まあ、そこをね、最大限に活かすために、ということで、正捕手を森友哉選手にして、代打枠に石峰さんを送っております。まあ、代打にね、左バッターを送りたいときは、もう、タフィーさんを使っております。まあ、パワーヒッターなんですけれども、パワー A88 ということで、もうステータスはもう申し分ないですよね。で、パワーヒッターも強化されてるんで、全然ね、使いやすい選手となっております。で、最後ですね、もうこのオーダーの味噌はですね、この大城選手でございます。まあね、よく守備要員はスタメンで使ってる方も多いんですけれども、大城選手に関しては、まずね、こちらです。セカンド B っていうのはもちろんなんですけれども、バッテリーが全部、守備につけるっていうのがまず魅力となっております。セカンドショートをね、高水準で守ってくれますし、外野もセンターであれば C で守れます。まあ、最悪ね、ファーストとかライト、レフトっていうところを守ることになっても、まあ最低限ね、E なんですけども守ることができます。で、積極なんでね、しっかり守ってくれると思います。でですね、まあ足も速いということでして、まあここに関しては将来的に覚醒の S ライクが手に入ったら、ちょっと走力 A を狙ってみようかなと思ってまして、その理由がですね、今回のこのオーダー、実はね、代打をね、送らんとこうと思えば送らずに回せるぐらい素晴らしいメンツが揃ってるんですよ。ただですよ、ただ試合の後半とかで、ここ左バッターがいいのにとか、うわ超タイピンチ出てしまったってなった時、どの打順でも代打を送れる仕様になっております。で、そこの代打を送ったところによって、この大城さんをね、はめることができますし、例えばね、苦手なピッチャーが来て、ここ1点勝負だなってなった時、例えばね、ノリさんとかブーマー選手とか塁に出た時に、正直ね、足がね、めっちゃ遅いんですよ。めっちゃ遅いんですけれども、ダイソーの切り札で大城さんを送って、そのまま守備に使ってることもできます。で、まあ、例えばね、西川さんとか一郎さんとか中段道のところで、まあ、代打ここ送った方がいいかなっていうなった時は、まあ、外野に関してはね、ラオウ選手とタフィさん、どちらも守れます。そのまま代打に送って守らせるっていうこともできますし、まあここちょっと守備固めときたいなってなった時は、糸井さんをライトに送って、大城さんをセンターに送ってと、大城さんがね、もうベンチの切り札的な存在になってるんですよね。なのでね、僕はあえて守備要員を前にスタメンに持っていかずに、後ろでバックアップさせて、試合状況によって大城さんの使い方を変えていくという、そういった使い方にしております。で、まあ代打ね、結構飽和しているように見えるんですけれども、やっぱりね、超大ピンチが出た時に消したいじゃないですか。まあ、その可能性を少しでも減らしていくために、代打要員っていうところでね、どのバッターが来ても強力なバッターが送れるように、こういった配置となっております。はい、投手陣です。先発1番手エスピノーザ投手です。まあここできたらシリーズ2に変えたいなと思ってます。先発2番手山本由伸投手、23年シリーズ1のものを1回スピ解放してます。ちゃんとスプリットフォークでツーシームも D やって、超奪三振者のものとなってます。先発3番手金子千尋投手です。スピ解を上限プラス1000までやりました。2020年シリーズ1の TS ですね。僕が持ってる選手で一番古い選手となってます。まあほぼね、最近毎年出てるんで、持ってる方も増えてるかなと思うんですけれども、まあ基本的にはこの2種スプリットや変化量1のカットボールが強いピッチャーです。で、一応4番手は山下俊平太にしてます。まあ球種少ないんですけれども、まあこの辺はね、ちょっと気分で外したりはしてます。現状は入ってますね。はい、先発5番手24年シリーズ1の宮城投手ですが、ここは今シリーズ2の宮城さん育成してるんで、おいおい継承しようと思ってます。はい、中継ぎはですね、1人目は小田島投手ですね。最近獲得できました。まあ、ちょっと球種が一見そんなに強くないように見えるんですけれども、まあ、F なんですけどツーシームがあって、で斜めチェンジアップ、そして縦カットも持ってますんで、意外とね、ライン上での動きは結構面白いピッチャーとなってます。で、特殊能力に関しても、はい、伸びタイピンチ切れとかなり強くなってます。山岡さんも現状中継ぎ起用してます。まあ、最近ね、まあ、ランク戦でかなりね、打たれるイメージがあって、ローテから外してる感じなんですけれども。まあ、中継ぎってなったらちょこちょこ出番があるっていう感じですかね。
はい、個人的には中継ぎエース格の阿部翔太投手です、フォーク、スプリットの2種と、超大ピンチ持ちということで、よくピンチの場面とかで投げさせたりしてます。はい、ここも中継ぎエース格の K 鈴木投手、まあ、できたらここ極みでスピ解放していきたいんですけれども、 A ランクが足りなくて調査となってます。まあ、ストレート、スライダー、カットボール、ツーシーム、フォークとかなりね、使いやすい球種が揃っていて、超大ピンチ持ちとなってます。で、一応クローザーに関しては2020年シリーズ 2OB の山田久志投手、まあ、最近出たまっすらのものではないんですけれども、まあ、ストレートの球威はね、こちらの方が上だったりするんで、まあ、非常に使いやすくなっております。まあ、山田久志投手を先発に持ってくるっていうパターンも一応ありますね。一応他のピッチャーもね、紹介しようかなと思います。山田信義投手、覚醒才木投手で、まあ、東投手も最近中継ぎでちょこちょこ使ってますね。で、鈴木博士投手に関しては結構面白いな、まあいいや。鈴木博士投手に関しては、まあ、上通に変わってますんで、スラカットと組み合わせて結構強かったりします。あとはちょっと最近使う場面が少なくなってきたんですけれども、山崎福也投手、宇田川、比嘉、この辺も使ってますし、今ちょっとスピ解放で山崎颯一郎投手ですね、スピ解放途中でして、これはですね、よいしょ、23年シリーズ1のエキサイティングのものをですね、スピ解放してます。まあ、ストレート A の160とスプリットとツーシーム、そしてナックルカーブも持ってて、先発中継ぎ、どちらもいけますよっていうところで貴重な戦力となっております。以上、僕の現状のオリックス人生リア対ガチオーダーとなりました。ちょっと打者編のところでね、最後打順見せるの忘れてたと思うんで、ちょっとこの打順の画面にしてるんですけれども、まあ一応打順はこんな感じで現状は組ませてもらってます。糸井選手1番と松永さん1番、ここはね、僕の中で結構不動で、で、まあ、クリーンナップは、広角を持ってるノリさんを前にして、あと、ブーマー、正隆さん。で、6番にスペンサー、7番に森友さん、8番に西川龍馬さん、9番に一郎ということで、まあ、基本的にはね、どこで代打出してもいけますよ、という布陣にしてます。まあ、打線もね、かなりバランスが良くて、1番から9番までミート A 以上で組めてますんで、まあ、打撃能力は申し分ないかなと思ってます。ということでね、ここからリアタイ動画載せようかなと思ったんですけれども、多分そこそこ尺いってると思うんで、この辺にしたいと思います。まもなく準制杯やってきますんで、皆さん大会楽しんでいきましょう。ということで、ありがとうございました。